はい、神戸でゼリッシンの代表しておりますゼリッシンがソングライターユシンですそしてマッツですよろしくお願いします,しします今日も質問を頂戴しておりましてありがとうございますはい、では読み上げさせていただきます、はい、効率的な暗記方法がありましたら教えてください試験までの残りの時間を暗記することにたくさん使いたいと思っています以前ユしんさんが学歴とかは関係ないと言っていて勇気づけられましたということです、うん、そうっすよね 特にやっぱりこの時期とかになってくるともう暗記がどこまでできてるかできてないかってすごいしんどいしまあもう今何してもしんどいと思いますけれども税理士試験の受験生の方はねその中でやっぱり暗記すごい大事だと思うので効率的な方法って難しいんですけども一番本当のことをお話しすると結論としてですよ結論としては一番効率的な暗記法は暗記しないといけないものを好きになるっていうことです。 あの暗記しないといけないもの好きになんかなれるかいって思うと思いますいや好きなわけあるかいって思うと思うんですけどまあ実際だから本当にやることっていうのはまあ、好きになるってことなんだけど好きなんだと脳に錯覚させてやるっていうことです言い方あれなんですけど脳を騙してやるというかみたいなことになります自分が好きなことの内容って覚えてるんですよ逆に興味がないとか好きじゃないものって覚えようとしてても覚えられないもの なんですよね例えば年齢的に知らんわっていう人もいっぱいいるかもしれないですけども「じゃりんこちえ」という漫画が好きすぎてコミックスずっと読んでるしアニメずっと見てたから。 アニメでね全員が喋るセリフをその0点何秒前にずっと喋ってたんです全部もう喋れるぐらいみたいになってましたしまあそんな経験って皆さんあると思うんですけどそういうゾーンがやっぱり理想なんですよね覚え方っていうよりもそこの域に至ればもう最高これ自体は納得のいくことだと思います人間っていうのはこう何か信じようと思ったら例えば入信していく時とかに信じようと思ったら そういうふうに脳が変わっていくっていう素質をそもそも持っているんですよねっていうのをうまく使っていくことで本当は嫌いなのかもしれないものをこう信じ込んでいく好きなのかもしれないって信じ込んでいくっていうことができるようになります具体的な話になっていくとまずはやっぱりね成功法ですど真ん中ど直球にこれいっぱいやるんですとりあえずだってね好きなもの好きなことに関しては人間どんどん触れていくでしょう だまずその肩としてどうせ触れないといけないこの暗記っていう圧倒的な物量に対してとにかく触れていくっていうこと自体はどっちにしろやるんですよ。でそやっていくときにもし自分嫌いなことやったらこんなにいっぱいできへんよなって思ってみるんです。してでとりあえず思うんですよいや。自分のそれを初めて思ったはは自分の5ぐらいしかそれは信じてないと思いますあえず思うの自分は いいややそんんなななわけないやもうなんこんな好きや言ってみたけどもって思ってると思うんですけどいやでもこれ自分に対するきっかけとして好きやからやってるのかなって思いながらどん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 やっていくいや多分好きやからやなもう強引でもいいから思っちゃうなんならそれを書いてもいいですよね書いたり録音したりああの書いてその貼っといてもいいです税法を覚えるのが好きだってもう書いといてもいいですよねとににかかくそのの好きななもしれない情報を自分に 強引でいいからどんどん入れながら向かってみてくださいそしたら 何もしてない時は1%も0.0何もそんなこと思ってないですけどそう思おう思おうって思い始めたらだん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 そうかもしれないっていうのが1%なり2%なり3%なりって,って増えていくっていう状態が出てきますでそれができてくるともうリアルにいろんなことがそうやって好きかもしれない好きだなって言って接しているそのものに好きかもって騙されているよねみたいなこともそうなんだけどやり続けることでリアルに理解が深まるので で覚えてくるから単純に勉強の本質の部分の意味がわかる覚えられるこことここがつながりだすみたいな面白さっていうのも出てきたらもう確実に本当にちょっと好きになってますから,だからそこまで持っていってほしいです。まあ、実際確かにいやってなると思うんですよなると思うんですけど、まあ、やってもらったらね実は本当になっていくんですけど例えば「入り」とか。 僕がやってたやつとかでいくと他の動画でも言ってますけどルンルン理論タイムっていうのがあって、まあ、理論っていうのがその暗記物のことなんですけど1日ののの終わりり30 30分だけ最後の30分だだけけ最後お酒ををを飲みながら理論を覚えるっていうやり方をしたんですねこれアルコールを入れながら暗記物をやるなんてもう完全にごはっとじゃないですか記憶なんか定着するかいっていう話なんですけどこれはもう完全に好きになるための努力です。1日のの最後の30分 お酒を飲むという僕はもうお酒のものがむちゃくちゃ好きなので、と一日の最後にあるむちゃくちゃ好きなことの時にずっとそこに理論があるんですよ。自分が好きなことをやっている時にそこにあるものはあれ好きなんだろうなみたいになってくるじゃないですか。自分が好きな時間、楽しい時間の中に存在しているもの一緒にやっていることものっていうのは。 そういう好きゾーンのことなんだっていう勘違いをしやすくなりますよね。脳はねで、それとまあ、やっぱりその正攻法の部分は必要ですよ。それをずっと続けることで。でも入り口とかあの補強する部分としては、そういったてく、そこのテクニカルな部分っていうのはあったらいいと思います。まあ、その同じ理屈で言えば、例えば音楽好きな人がガンガン音楽かけてる中で、とりあえず踊りながらでもいいやまあ。酒も飲みながらえー、ってやってますけども。も、まあ、そんな時に。 手に持ってたらあれこれこここ好ききなととの一種っていいいう勘違ををしやすす状況を作ることできます同じようなことがいろんなパターンで僕がパッと今思いつくのはその自分がやった「ルンルン理論タイム」の方法論なんだけどその好きなことだと一緒に置いておくという方法論ですけどまたちょっと違う方法とかも人によってはあると思うので何かそれを見つけてもらって、まあ、お酒好きな人はとりあえず一回「ルンルン理論タイム」やってもらったらいいとは思います。で僕その30分で 覚えてていることとななんてほとんんほどなかったんですよスタートだけど最後の方とかはルルンルン理論タイムが好きすぎて結構覚えましたよその時間でやってることとかもなんか記憶残ったりしてたので、まあ、一つお酒好きな人にはいいやり方だと思いますし何らかのそういうことを見つけてもらったらいやいやそんなそんな成功法の嫌なもん好きかもしれないって言い続けて書いたところでできるかよって思っている方も成功法にたどり着く方法論が一つあるんじゃないかなとは 思いますこの方、以前ユシンさんが学歴は関係ないと言って勇気づけられたとおっしゃっているんですけれども、うん、この暗記という作業において、うん、学歴とかっていうのは関係あったりするんでしょうかそうですね、僕がよく言う学歴、税理士試験に学歴は関係ないっていう話なんですけども例えば学歴があるということは、ある一定の難しい試験に受かっていったことがあるっていう人たちなので 何らかかのの自分の勉強ススタンスとかを持っていてい記憶なりをしてそれをアウトプットしたものがちゃんと正解だったから受かってきましたっていう人たちの集まりではあるんですよね。っていう意味だけでいくと確かにそういうことをやってきた人たちが勉強っていうことを自分の生活に落とし込んで何かをして結果を出したことのある人たちなのでその方法論が自分たちにあるから有利だっていうのはこれ自体はそうなんです。 だけど学歴がないとできないわけでは全くないですし例えばこの人たちの方法論がみんなが好きになる方法論やったらちょっと僕も危ういなと思うんですけど、まあ、自分も学歴がある人間として周りの人がやっている方法論で好きにななっってていいいいく方法論を選んでいる人そそうそういないこの応援の動画撮る時にいつも自分の自慢みたいな挟む感じになるこの 感じ嫌なんですけど、まあ、でも応援したいので言うと例えば僕進学校でねこちらの方ではそこそこ有名な進学校に中高いたんですけどその進学校からみんな塾行くんです進学校なのに塾行くんですけど僕は一回もその中高塾行かずに現役で受かってますから京都大学に <laughs> 京都大学に <laughs> いややわこれ言うのまあでもねそうだから そっちの方法論に向かってくれるんであれば多分嫌々ながら覚える能力とかが高くなってるんだと人が多いんだと思うんですよあとはなんか詰め込んでいってうまく回路を作っていく方法論その方法論で勝負したら負けますけどもう全く別軸の好きになっていくゾーンを極めていったら多分一瞬で勝てると思いますよその人たちとあなたが好きな歌の歌詞を この人たちが好きじゃない歌の歌詞を覚える勝負はいってやったら絶対勝てると思うんですよだそこの状態に税法を持っていくっていうことやから そういういいい意味ではやははやり学歴は関係ないと思います信じてやってくれたら絶対結果出るんでやってほしいんですけど好きにななるっってていいいうことをやってもらえれば全く学歴は関係ないと思います暗記すごく難しい大変だっていうのはあると思うんですけれどもまずは「好きなものって覚えるよね」「絶対記憶に残るよね」っていう事実自体は皆さんいろんないと思いますのでそこにいかに近づけるのかいかに脳を能動的に騙しながらだまあ、騙すとか信じさせながら 本当に好きな状態に持っていくのか興味を持っていくのかっていう部分でそれにまプラスアルファでそこにやっていくまあ僕で言えば「ルンルン理論タイム」みたいな入り口だとか補強だとかっていう部分っていうのを作って暗記っていう場所に向かっていってもらったら今の勉強のスタイルでずっと続けたのと好きになる方向を目指して続けたのでは絶対結果が違ってます。好きになる方で やった方がが格段に成果が出ると思いますのでえぜひそ,そちらの方に進んでいってもらって頑張っていただけたらと思います。ということで高評価とかチャンネル登録だとかコメントだとかしていただけると、まあ、やっぱりやっててすごく嬉しいなっていうモチベーションになりますしあの届いたんだなっていう気持ちになるのでぜひぜひそちらの方をお願いできたらなと,ということであなたにはこの歌を聴いていただけたらなと頑張りましょうバイバイ